バケルは体験を通して東北の伝統文化に触れてもらうことで次世代の子どもたちへ受け継いでいこうと、文化庁主催の文化芸術による子ども育成総合事業として行われたもので、この日は笹尾西小学校の児童91人が参加しました。授業は2日に分けて行われ、初日となる8日には広告系の映像デザインを行う企業株式会社ワオの職員が東北のナマハゲや獅子踊りなどの郷土文化の紹介をしました。紹介の後には翌日に使用するお面作りが行われました。このお面にはセンサーが搭載されていて、お面をつけるとデジタルアートの世界でナマハゲや獅子踊りの姿に変身できることから、児童たちは自分のイメージに沿った作品に仕上げようと丁寧に色を塗っていました。そして翌日にはそのお面を使ってデジタルアートバケルを体験しました。児童たちは自分の動きと画面が連動して動くことに興味津々な様子で体を動かして楽しんでいました。児童の一人は自分の姿がスクリーンの中で変わっていく様子が新鮮で面白かったです。郷土文化は知らないことが多かったけれど、今回の授業を通して興味が湧きましたと話していました。